下関駅の駅舎の大部分が焼けた今回の火事、逮捕された男は腹が減ってむしゃくしゃしてやったと話しているということです。この火事は今日午前2時5分ごろ、山口県下関市の JR 下関駅の乗務員センター付近から出火。4階建ての乗務員センターのほか、隣接する駅舎の一部など延べ3000平方メートルを焼いたものです。この火事でけが人はいませんでした。火の気がすぐ左側の倉庫から出てたんで、で火災に消火活動一応したんですけど、火と煙が強かったので、でもう消防車も来たのですぐ避難しました。警察では昨日夜、駅の構内に最後まで残っていた男を今朝近くの駐車場で見つけ、事情を聞いたところ犯行を認めたため、現住建造物等放火の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは住所不定無職の福田久右衛門容疑者で、警察の調べに対しライターで紙に火をつけ放火したと話しているということです。一方、 JR 西日本などによりますと、この火事の影響で山陽線小月門司駅間や山陰線の一部の区間では今日の始発から運転を見合わせており、バスによる代行輸送が行われていますが、今のところ運行再開のめどは立っていません。